次の質問、ネポラボ以外のホロメンのうち、特に仲良くなったと感じるホロメン、これから仲良くなりたいと思うホロメンを教えてください。大丈夫よ、まる。そうそう、副作用起こってんで、なんか何の、なんかそなんのなんか仲良くなるとか怖い。なんでよ。何のアレルギー反応よそれ。二人組組んでくださいとか、なんか怖い。あ、なーでもラミーが組むのね。あるやつだ。まあオマルもね、最近ね結構先輩とマイクラしたりとかしてるもんね。あ、そうだそうだ、フレア先輩とマイクラ。あ、そうだね。それか、それだと私はそうだね、フレア先輩かな。ホットフレアシンと、ホットフレアシンとね。じゃあねねちゃんは先輩と誰と仲良くなった？最近ってこの半年で、この半年で言うと、なんだな、いや、トア先輩は雑に扱ってくれるし、雑に扱っても大丈夫。あ、確かに。確かにって声が聞こえたね。あ、ごめんごめん。内緒で。でもなんかすごい大先輩だなって思ってたけど、すごい仲良くしてくれるのは、ソラ先輩とか、あずき先輩とか。コラボもね、してるしね。そう。確かに確かに。じゃあ、シシロンは？私はね、でもどうかな、まあ、特に仲良くなったと感じるホロメンとかだったら、私、渡辺先輩とスバル先輩かな。確かにそうね。スバル先輩は、もうめちゃくちゃね、バシバシ突っ込んでくれるし、で、渡辺先輩はね、なんかすぐにリスポーンしてくれるから、助かってる、ね。リスポーン。どういう意味で助かってんの、それ。いや食肉としてじゃなく。レスポンスしてくれるかなって思ったんだけど、リスポンだったからね。リスポンしてくれるからね。怖い。食用として助かられちゃってんじゃん、渡辺先輩逃げて。これから仲良くしたい先輩とかだったら、でもみんな、それこそみんなと、あ、確かになりたいかな。そうね。